加藤久さんは、日本の政治家、実業家。長野県長野市長。長野県長野市出身。1961年、長野県長野高等学校卒業。1965年、早稲田大学第一政治経済学部卒業。内田産業株式会社を経て、1967年に、株式会社本久し入社。1985年に、 同社社長、2009年に、本日差し、ホールディングス社長に就任。インフラ整備、外食事業、ホテル国際21等のレジャー事業を手掛ける。2007年から、長野商工会議所会頭、長野県商工会議所連合会会長を務め、2009年には、品野鉄道取締役会長にも就任した。2013年10月27日に行われた。 長野市長選挙に立候補。元民主党県議の高島陽子、長野県労働組合連合会副議長の姿、年寄ら4人の候補者を破り初当選した。11月11日、市長就任。当日有権者数、31万18 181人、最終投票率 42.、42.00%2017 年6月12日。 長野市オリンピック記念アリーナの運営管理を行う株式会社 m ウェーブの社長の土屋隆一郎が人気満了に伴う長野市長選挙に出馬するため辞職。その後任として代表取締役会長、県代表取締役社長に就任した。同年10月29日に行われた市長選に自民党、公明党、民進党の推薦を得て立候補し、 土屋との一騎打ちを制止再選。当日有権者数315,397人、最終投票率39.29%、就任直後から市民はお客様プロジェクトを開始。2014年10月に実施された市民アンケート結果では73.8%の市民が職員の応対に満足したと回答した。 2014年4月から長野市役所に加藤さんへの提案ポストを設置。市民の意見を積極的に姿勢に反映するように、努める姿勢をとる。2015年の北陸新幹線開業に伴う長野駅通貨駅化の問題の際、長野駅リニューアル、全工事ご会長等と合わせた PR 戦略を行い、長野駅の校舎人員及びご会長参拝者を、 増加に展示させた2016年1月に開庁した市役所新大市庁舎2階に設けた総合窓口では従来の戸籍や住民票に関わる窓口サービスに加え出生や転入に伴う保険福祉、子育てなどの一部の手続きや案内を一元的に行うなど市民の利便性の向上を図る新サービスを開始した 2016年度の気候改革では、文化、芸術やスポーツの振興に取り組む文化、スポーツ振興部のほか、野生鳥獣被害対策に関する施策を一元的に担当するイノシカ対策課を新設した。また、記者会見や市民向けの広報などを強化することを目的に市の情報発信を担当する広報秘書官を新たに置いた。 本久差しホールディングス等の民間企業経営経験に基づき、行政サービス拡充、コスト削減等、市政への民間間隔導入を推進している。耐震性能が危ぶまれた、旧市役所第一庁舎跡地に建設する予定だった立体駐車場については、費用や景観面を考慮し、計画を見直すよう指示した。立体駐車場から平面化へと計画を見直したことで、 整備費用を当初予定していた約11億円の半分程度に抑えた。1998年の長野冬季五輪で使用したボブスレリュー流ュ施設スパイラルは市が負担する年間維持費1億2000万円が財政の重荷になっていたことからピョンチャン五輪後の2018年度以降競技用としては使わないと正式に発表した。2020年11月26日 前年10月の台風19号災害や新型コロナウイルス感染流行の影響を踏まえ、自身の12月期末手当を10%減額する条例案を市議会定例会に提出した。副市長、教育長、代表監査委員及び上下水道事業管理者については5%減額する。同条例案は即日可決された。優秀な人材の育成。 排出、地域産業への貢献、学生との連携、交流による地域活性化、若者の県外流出の抑制と地元定着の促進を掲げ、長野県立短期大学の4年成果を推進した。同校は2018年4月に長野県立大学として開校した。6年間通した体系的なキャリア教育の実践などを目指し、 市内の公立中高一貫校のモデルケースとして、長野市立長野高校の中高一貫教育を推進し、2017年4月に同校は長野市立長野中学校を開校した。2016年11月に長野市内のホテル事業者との初の懇談会を開催し、受動喫煙防止の取り組みをはじめ、市を挙げて観光遊客策を図りたい。ホテルの宴会場は、 全面的に禁煙にしてほしいと呼びかけた。2017年2月に鹿やイノシシなどの野生鳥獣被害対策として長野市発のジビエ肉処理加工施設を長野市中城の市内に整備し平成31年度から稼働させる方針を明確化した。総務省の連携中枢都市圏構想に基づく連携中枢都市となることを推進した。連携中枢都市が 周辺の自治体と都市圏を構成し、産業や医療、教育などで連携することで人口の流出を食い止め、流入を促進するのが目的である。これにより地方交付税増額という国からの財政支援も受けられる。2016年8月に長野市教委が国からの交付金契約5億円分の申請を怠り、事業継続の財源が確保できない問題が、 発生した際は、責任を取って、自身の1ヶ月分の給与を20%減額した。2021年1月9日に、長野市内のホテルで200人規模で開かれた企業の新年会に出席していたことがわかり、後に、加藤市長は13日の会見で、感染対策をしているところは、積極的に出るようにしたいと考えていると述べ、問題はないとの認識を示した。 2021年5月、加藤は同年10月告示の時期長野市長選に立候補せず引退する意向を県内の政界関係者に伝えたことが分かったと報じられた。加藤は取材においてまだ決まっていない。各方面に相談した上で6月の市議会で身体を明らかにすると話していることも報じられている。ありがとうございます。